コードギアスシリーズでキャラクターデザインを務められたアニメーターの木村孝弘さんがアミロイドーシス逃亡の末に3月5日に亡くなったことが分かった。9日、コードギアスプロジェクトの公式ツイッターで発表された。ツイッターでは、コードギアスシリーズでキャラクターデザインを務められたアニメーターの木村孝弘さんが難病であるアミロイドーシス逃亡の末、2023年3月5日に永眠されました。なお、ご遺族のご希望により、この場にて亡命の公表をさせていただく運びとなりました。と報告。続けて、木村さんはアニメーションやイラストでたくさんのキャラクターを生み出していただき、心揺さぶる素晴らしいアニメーション映像を描き出してくださいました。感謝の言葉しかございません。コードギアススタッフ、関係者一同、心よりご冥福をお祈り申し上げます。と偲んだ、コードギアス、反逆のルルーシュ、シリーズの主人公、ルルーシュランペルージ役を務める声優の福山潤は、木村さんの訃報が伝えられた後、自身のツイッターを更新、何を指しているかは明記しなかったが、ショックとかそういうレベルではないよ、表現のしょうがない、と綴っている。同シリーズは、6年に、コードギアス、反逆のルルーシュ、全25話、8年に続編、コードギアス、反逆のルルーシュ、R に、全25話がテレビアニメとして放送され人気を博し、2019年には完全新作映画、コードギアス、復活のルルーシュ、が公開。スピンオフ作品やコミカライズ、イベントや舞台化などメディアミックスで展開されており、NHK が2017年に行った、日本で制作された約1万タイトルの作品から、視聴者投票でベストアニメを選出する企画、ベストアニメ100で7位にランクインするなど、2000年代を代表するアニメ作品として知られている。木村さんはアニメ、勇者王がお題が、ガン×ソード、などのキャラクターデザインを担当しており、数多くの作品の作画、原画を担当していた。ネットの声、あまりに早すぎる。木村孝弘さんのキャラクターとの出会いは90年代で、バリアブルジオ、などのパソコンゲームでした。そ、れから、勇者王がお題が、や、ガン×ソード、など、男女ともにかっこよく色気ある造形には見るだけで元気がもらえたもの、時としてブラックな展開もある、コードギアス、が国民的アニメとなったのも、木村さんのキャラクターあればこそでしょう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高。